信じてください。Believe にして。でも簡単じゃないんです。上手くなりたい気持ちあれば、少しずつ自信上がる。で、少しずつ強くなる。でも信じてないだったらもう上手くなりたい気持ちもないと思いますよ。だから自分のことは信じてないから。自分のコーチの話も信じてないから。自分のチームも信じてないから、それはもういいチームできないんですよ。だから簡単な言葉、難しい言葉、深い言葉です。